ははいこんにちは今日はですね台風11号の情報を続いてひまわり8号のリアルタイムウェーブを見ながらの情報提供になります。えー、気,象台気,象庁気象庁が発表したあー平成27年7月14日15時45分発表を読み上げます。 台風第11号南下大きさ強さ強い存在地域日本の南中心位置北二23度40分統計136度30分進行方向速さ北 15km 中心気圧 ヘクトパスカル中心付近の最大風速40メーター最大瞬間風速60メーター25メーター以上の暴風域全域170キロ15メーター以上の強風域北東側500キロ南西側390キロ まあそういうふうになっておりますね。で、そういうことで、現在の台風の映像をひまわり8号のリアルタイムウェーブで見せているところです。これは2015年7月13日15時10分の衛星画像です。えー、こんなに綺麗にね、えー、見えますんで、前回動画を上げてますんで、そこに URL を貼っております。 えー、これ、ひまわり8号のリアルタイムウェブサイトはかなり鮮明に映ります。えー、現在の台風を今拡大したところです、えーで。ドラッグドロップで位置問ずらすことができます、えー。もう一度もっと拡大してみますね。台風の目のところはい、えー。こういうふうになってます。もっと拡大してみますね。はい。はい。ちょっと今ボケてますけど、データ呼び込みが終わるまでちょっとボケますけど、しばらくお待ちください。 はい、はい、出ましたねはい、えー、拡大するとデータ量がねあれしますんでちょっとしばらく時間がかかります、えー、今台風の目の付近を拡大しているところですここまで拡大して今お見せしております、えー、全体の流れがこうですね橋の方からここまでひまわりあ8号の映像があきっきり映った映像があ見れる時代になりました皆さんもぜひね ひまわり8号リアルタイムウェーブサイトで、えー、見てください、えー。ここのところね、日付のところをクリックしますと、はい、えー、カレンダーが飛び出してきますので、ここで、えー、何時何時何時とクリックすると、その時の写真と時間が選べますので、はい、えー、クルーズで撮ります。えー、これは今日7月13日15時、えー、10分の映像ですね。このスライドさせるとね、 えとその時間がまた変わります。はいこれちょっと進みましたね。30分の映像を今お見せします。ちょっと今ボケて、はい、これがあ15時30分の映像ですね。はいこれで、えー、マイナスにしますと、はいえー、ちょっと呼び込みまでねすぐ時間がかかって、呼び込むまでは こう少しボケた状態になりますがしばらく置くとくっきりピントが合いますので皆様もぜひ試してみてください、えー、こんなに素晴らしいですよねこうまあ台風のことを言っててね素晴らしいとかあれなんですけどね、えー、こんなに素晴らしい映像が撮れるウェブサイトひまわり8号のウェブサイトのご紹介と並びに台風情報 をおお伝えしております、えー、最後にですね、これを縮小して、えー、かなりあ、はいえー、僕が好きな映像ですね、台風、台風らしい、えー、こう映像ですよね。 はい、えー、まあかなり勢力が強いんでね、えー、これからあ今週う、週末に向けて、えー、日本列島に近づきますので、えー、くれぐれも台風情報にはあ気をつけてください。ぜひひまわり8号、リアルタイムウェーブプラザを見て、えー、自分で、えー、観察するのもいいんじゃないでしょうか。そういったわけで、えー 引き続き、ひまわり8号リアルタイムウェーブのご紹介でした。ではまた。ご視聴ありがとうございました。